2022年は相続がキーワードになる。その訳を円満に円滑に進めてくれる相続の達人たちが徹底解説。誰もが避けては通れない相続をもっと身近に。日本国民全員が直面する相続、夢相続曽根恵子社長と花丸手帳吉野匠社長が2022年の相続を徹底的に対談します。曽根恵子さんの方で、まあ、夢相続やられていて相続相談で大切にされていることをちょっと教えていただきたいんですけれども、はい、もう相続のお手伝いを始めて20年以上、私自身は30年以上この仕事をしているんですけれども、もう本当にお一人お一人悩みが違いますし、もうご家族、まあ、どなたでも相続の課題があるかと思うんですね。なのでお客様に寄り添ってまずまあ共感してお話を伺う中で、まあ、アドバイスできたりサポートできたらいいなということで相続相談を担当してます。なかなかあまり家族の心情のこととかをしっかり考えて寄り添ってくださる専門の方っていらっしゃらないんで、家族って結構感情ありきでいらっしゃる方が多いんです。生前対策がやはり大事じゃないですか、相続になってしまったらもう間に合わなかったり、もうなんかもうご家族で争ってしまってもう収拾つかなくなったり、なのでそのようにならないようになるべく早くご家族でコミュニケーションを取ってもらうようにもうアドバイスサポートしていきたいと思うんですね。でも相談先が見つからないと、どこに行っていいかわからないと言われる方が多くてですね、私どもに書籍を見ていただいて来ていただいたり、ご相談いただく方にとっては本当にまずお聞きして共感してお悩みを解決できればいいなというふうに思っています。そうですよね、はい、なかなか私も父の相続ありましたけれども、まあ、どこに相談していいかわからないっていうのがまず世の中の人たちあると思うので、夢相続ってもう最初から相続の名前が入ってますし、すごく相談する場所としては、まあ、駆け込み寺ではないですけど駆け込み寺にならないように、まあ、事前からこういろいろ相談できる場所っていうのがあるのは非常にありがたいなっていうふうに私も外から見てて思います、曽根さんの会社で、いろいろと後手後手に回らないように、事前のところからいろんな相談を受け付けてるっていうところなんですけど、それは無料相談で受けられてらっしゃるんですか？そうなんです。最初は無料相談で受けているんですけれども、なんか相続の相談ってこう1対1でお悩み聞くようなイメージがあるではないですか、でも夢相続では、3名体制で最初からお客様相談者の方のお話聞くんですね、なぜ3名かというと1対1で聞いてしまうと、聞いて終わりになりかねないんですね、なので3名で、こうご家族の状況だとか、財産の状況までお話しいただいて、その60分を目安にしていますけれども、60分の相続相談の中で ご家族の状況を整理して、財産の内容も整理して何が課題か、でどういうことをすればいいのかというところまでアドバイスしていくんですね。これは1対1だとなかなかできなくてですね、サポートする2番目の役割で3番目の役割という役割分担があって、なので、総合力でご相談に対応してお客様に安心してもらおうと、そのようなことで取り組んでいます。心強いですね。なかなか一人だと、お話がすぐに終わってしまったり偏った考えになりがちですけど、多角的に、いろいろな目線から見ていただくことによって気づかなかった、こんなポイントもあったんだみたいな話が結構引き出せたりみたいな感じですよね。そうですね、お客様も本当に安心して、で複数名で共感して聞かせていただくというので、本当に話せてよかった、聞いてもらってよかったという気持ちになっていただきますし、アドバイスすることによって、これからどういうことに取り組めばいいのか、そういうことも気がついていただいて、本当に喜んでいただけるというふうに、そういうお姿を見てます。ところで吉野さんは葬儀会社5代目ということで、長年葬儀に取り組んでこられていると聞いているんですけれども、それが相続に、入られた花丸手帳を始められた
きっかけとか理由というのはどんなことがあったんでしょうか。そうですね、もともと私葬儀会社を16年経営していく中で、集客イベントとして相続対策セミナーとかそういったものをずっと開いてたんですけれども、たまたまこの花丸手帳を始める、1年前ぐらいに父親が亡くなってしまって、で実際に蓋を開けてみたら、65歳だったので全然先ほどの話のじゃないですけれども、結構後手後手に回ってしまっていて相続対策一切してなかったと。そしたら10年間かけてお話ししてた、こういうことしないと大変なことになりますよっていうような、相続対策をしないと起きてしまうようないろんなことが私に起きてしまって、葬儀会社でしっかりやってるのに自分の相続は何もできてないんだっていうのがすごいショックを受けてしまいまして、そういった方が少しでも減るような形で、花丸手帳が世の中にあれば、一件でもそういった相続が減るかなと思ってですね、始めさせていただいたのがきっかけでございます。なるほど、それはすごく大事なことですし、ご自分の実体験があってこそ、本当に自分ごととして相続の対策だとか、相続に取り組んでいただける、こうなんとか仕組みというかサービスができるということですよね。はい、本当それは心強いですよね。私も実際に相続をした時に、私の年代って普通何か調べ事をする時って検索をすると、その業界の近くの専門家さんとかが見つかる電話帳のようなものが出てくるのが普通ですよね。飲食店でもそうですし、美容でもそうですけども、それが相続対策とか就活にはなかったので非常に困ったんです。ちょっとした大手さんとかが出てくるだけで、家の近くの資料の先生だったり、それこそ曽根さんのような相続を相談する場所っていうのをどうやって検索すればいいんだろうってとこから始まって作ったような仕組みですね。やはりお客様もよく言われますけれども、本当にどこに相談に行っていいかわからない、探せない、見つからないということだと思うんですね。でもそれをスマホ上で気軽に探せる、気軽に相談できるという入り口を作られたというのは、これは本当にすごいことですよね。本当にこの仕事をきっかけに、曽根さんみたいな夢相続さんのような素晴らしい事業所さんがいろんな地域にいらっしゃるということが分かったんで、もっともっと電話帳として便利にしてですね、世の中の人が最初に曽根さんのような、いい業者さんを見つけられるようなプラットフォームを作りたいなというふうに思ってます。それは本当にお客様にも貢献できるし、こうした仕事を私どものような、相続のお手伝いをしようと、そういう人たちにも貢献できるということですよね。そうですね。達人の道インフォメーション。ウイルスや細菌が心配な中、床からみんなの健康を守る時代を捉えたフローリングメーカーが、エアウォッシュフローリングの生田。エアウォッシュっていう新しい機能を、空中に舞ってるインフルエンザ菌を落とすと、フローリングに落ちた菌とかウイルスが分解不活化が始まって無害化すると。魔法の床ですね。そうですね、菌の削減とかウイルスの削減、あとは匂いとか VOC の削減も低減もしますので、健康フローリング。健康フローリング。太陽を浴びたドラキュラは消えてしまいました。生田のエアウォッシュフローリングと同じだね。え、光の力で床に落ちたウイルスを除去。フローリングの生田。宿題は消えないわよ。視点を変えれば世の中は変わる。新しい明日を作るのは今まで以上の発想の転換、リシンクです。私は、家族は、地域は、この国は、風土は、文化は、好き嫌いは、美しさは、正しさは、心は、常識は、あなたは、今ある世界は、本当に昨日と同じか。リシンクしよう。当たり前はもう当たり前じゃないかもしれない。今日、明日を作ろう。世界は昨日と同じか。リシンクプロジェクト。夢相続と、花丸手帳さん、今は業務提携させていただいているんですけれども、出会ったきっかけというのは、花丸手帳さんが
マスコミにリリースをすると、はい、そういうタイミングで、はいはい、あのセミナーをするという時に呼んでいただいたんでしたよね。そうなんです、そうなんです。その時に、まあ、あの相続といえばこの人というような第一人者の人を呼んで、うん、その方から見た花丸手帳についていろいろコメントいただきたいなっていうところ で私が確か連絡したのがきっかけだったと思いますね。ありがとうございます、はい、いいきっかけになったかなと思いますし、はい、花丸手帳さんと夢相続の役割は入り口を作っていただいて、その後、はい、私ども夢相続がお客様のお手伝いをすると、そういうお知らせの後、2022年の相続キーワード。それでは吉野さん、2022年の相続の現場どうなるのか私たち考えてみました、書いてみました、はい、それでは上げてみましょう。はい、はい、財産ゼロ、はい、これはあのどういうことなんでしょうか。はい、すごい、まあ言い過ぎで極端かもしれませんけれども、うん、相続の争いが減っていきませんし、うん、例えば調停しても裁判してもいいことはないんですけれども、まあ、調停に持ち込んで、兄弟で争ってしまう、そういうことが起きますともらえる財産ももらえなくなるし、うん、どんどん、まあ、弁護士さんとかの費用にかかってしまって、まあ、相続税もかかっていくと、そうなると本当に財産ゼロになるかもしれない、そして普段も増えない時代ですし、うん、相続税もまだまだ上がるかもしれない、はい、なので、まあ、極端かもしれませんが、相続で財産がなくなる時代になりかねないな、という意味なんですね、ちょっと危機感を持っていただきたいな、はい、というふうに思います。うん、せっかく親が残した財産ですからね、はい、それがあのゼロになったりゼロに近くになるっていうのは、はい、それこそ悲しいことですからね、はい、本当にあの、うん、増えないし、うんうん、なくなる時代になりかねないなと思っているんですね、うんうん、なのでそうならないようにいろんなお手伝いをしていきたいなと、はい、あの私の方は思っています。このようにもう本当に財産が増えない時代なので、うん、これからはですね、相続の対策をきちっとしてもらって、はい、貯める残すよりは資産活用してもらって、はい、むしろ相続をきっかけに、まあ、財産を増やしてもらいたいなと、なのでそういうあの本も出しましたし、うん、今までの相続って本当に財産を残して貯めておけば良い時代だったんですけれども、うん、本当にそれだと減ってしまうんですね、うん、なのでこれからのキーワードは残す貯めるではなくて資産活用だというふうに思っています、なのでそういうアドバイスお手伝いをしていこうと、うん、はい、うん、思っているのが2022年ですね、はい、はい、そういうキーワードです。ところで吉野さん、はい、書いていただいたテーマ、はい、臭いものには、まあ、蓋はちょっとできないということで、これどういうことですか。これは私があの常々仕事をしてて思うことなんですけれども、うん、はい、まあ、私16年前から葬儀社やっていて、はい、やはりあの日本人の考え方として、うん、まあ、臭いものには蓋をじゃないですけれども、まあ、お葬式のことだったり、うん、まあ、あの就活のことだったり、まあ、ましてはあの親の財産の相続のことっていうのはちょっとタブー視あのされてる。本当にそうですね、あの先延ばし、そうなんです、はい、あの知らないといけないことも知りたくないとか、はい、はい、関わらないでおこうとかいうことが多いですよね。そうなんです。で、あの今まではそういったものタブー視をしていて、うん、まあ、親の財産だからあの子供が言うなんて、うん、あの僭越だなみたいなところがあったと思うんですけれども、はい、まあ、今からはそうではなくって、もう2025年問題とかですね、うん、よく言われてて、あの超高齢社会になってくると、はい、でそうすると、まあ、相続とか相続トラブルっていうのが、まあ、一言じゃなくなってくるわけですね。でましては今あのコロナの問題があったり不景気の中で、先ほどの曽根さんもおっしゃられましたけども、まあ、資産に相続を財産した後は今度これからは資産活用だっていうことで、まあ、これからどんどん活用していかなきゃいけないところで、まあ、その財産を目減りさせちゃいけないとか、そういった時代になってくるので、もっともっとですね、手前から、まあ、相続のことについて、まあ、家族で、まあ、2世代でですね、
考えてみようとか、あとはまあ銀行とか金融機関でも最近は相続対策しませんかってポスターが貼られてますので、まあ、これからの時代はですね、もう相続対策っていうのは事前にいろいろ家族ぐるみでですね、まあ、考えていく時代に変わっていくんじゃないかなっていうことで、まあ、もうこれからはもう蓋はできないんで、もう蓋を開けて中の臭いものをちょっと臭くなくしようというような、はい、はい、もうすごい分かりやすいというか、やっぱり今家族というお話出ましたけれども、うん、もう財産持っている親の問題だけではないんですよね、はい、本当にご家族全員で、まあ、オープンにして、はい、蓋をするんじゃなくてオープンにして相続のことも日常的に考えていただかないといけない時代ですよね。そうなんです、もう皆さんが自分ごとですよね、はいはい、先延ばしできないよというメッセージですよね。そうなんです。私なんか父が65歳で亡くなって、うん、本当このテレビ見られている方ですね、はい、一言ではないっていうことを分かっていただけると。そうですね、長寿社会ではあるけれども、うん、もう早ければ早い方が対策の効果ありますもんね。いやもうそれはもう曽根さんの会社とお付き合いしてて重々分かっていることで、はい、早くやることがもう本当に財産をゼロに近づけないというところだと思います。はい、なのでこれを見ていただいた方はもうすぐにでもご家族で話し合っていただいたり、はい、こう日常会話にこうちょっと相続だとか財産のこととか家族のことをテーマにしていただいて取り組んでもらいたいですよね。いや本当にその思いでいっぱいでございます。そうですよね、はい、曽根さん相続といえばですね、まあ、10人十色というかやはり10通りのケースが10人いればあると思うんですけども、そういう時にどのようにその10パターンそれぞれのパターンについて対応に当たってるかというところをちょっと教えていただけますか。はい、もう本当に相続の、はい、お悩みとか状況がもうお一人お一人違うんで、うん、まさにオーダーメイドですね、はい、もうその方に合ったそのご家庭に合ったアドバイスとか対策のご提案をして、はい、本当に共感して寄り添って、うんうん、その方用に進めていくと、はい、こういうことが必要になります、うん、はい、で相続の専門家と言われている、まあ、法律の専門家である弁護士の先生だとか税務の専門家である税理士の先生がそうした対応ができるかというと、うん、やはり専門分野が違うので、うん、オールラウンドにはできないというのが現状なんですね、はい、なのでその辺を夢相続である私どもが最初にお悩みとか状況をお聞きするという役割を果たして、で修行の先生方と一緒に進めていくと、そういうふうな動きをしています。そういうことですね、はい、やはり弁護士税理士、まあ、司法書士いろいろありますけれども、うん、やはりそれぞれの得意分野に偏った解説だったり偏った見解になってしまうのを、はい、まあ、そうではないお立場の、まあ、夢相続さんが相談を聞くことによってこういうこともあるんじゃないかああいうこともあるんじゃないかということで、まあ、10人十色の相談にこう受けられているということができるということですね、はい、はい、そうなんです。特に司法の先生方は相続になってからのお手伝いが多いんですね、はい、争ってしまったら弁護士の先生、うんうん、相続の申告は税理士の先生とか、はい、名義外は司法書士の先生、はい、でも多くの場合はやはり生前の対策が必要ですし、まあ、争わないようにだとか、例えば資産活用だとか節税のとか言うと、うん、どうしても生前にしておくことが多いんですね、うんうん、でも多くの先生が相続後のお仕事だとすると生前にアドバイスしていただく機会がないんですよ、はいはい、なのでその役割を夢相続で担当していきたいなというふうに思って生前のアドバイスサポートも多くさせていただいています。相続というもうあらゆるその全体的な相談を受け付けてくれるというのがすごく心強く思いますね。はい、はい、ありがとうございます。生前対策がやはり大事でして、うん、相続になってからでは間に合わないとか、ちょっとしまった失敗したとかいうことになりかねないんですね。なので生前のご家族のコミュニケーションが非常に大事で、そこにまあ、家族の絆を感じていただくこともできますし、コミュニケーションを取ることによってさらに円満になっていただくと、そういうことも相続では作り得るということなんですね。なので事前の相続相談の価値は大きいかなというふうに思って取り組んでいます。
曽根さん例えばなんですけれども、まあ、もし万が一ですね、もう全く家族構成も一緒で財産状況も一緒だった、まあ、2家族が現れた場合って、その場合って曽根さんのところでご相談を受けると同じ結果というか同じ、まあ、回答になってくるんですか。仮にもう全く同じご家族、全く同じ財産だとしてもですね、うん、でもお一人お一人の感情が違います。親の気持ちも違う、子供の気持ちも違うとかいうことがあると同じにはならないんですね。本当にもうお一人お一人オーダーメイドで対応しなければいけない。それだからのオーダーメイド相続っていうような、はい、ことをおっしゃられてるわけですね、はいはい、達人の道インフォメーション。累計販売数50万枚突破、おぼろタオルの大人気タオル、髪、顔、体専用タオルシリーズ、洗顔後の拭き取りに最適な洗顔タオル、吸水性にも優れお肌に当てるだけで水分を素早くしっかり吸い取ってくれます。さっぱりする。肌へのストレスが少なくなるようとっても繊細な糸で作られています。お風呂で体を洗うなら全身タオル、お風呂で体を洗うと心地よいと感じるよう計算されたタオル、全身タオル。優しくて気持ちいい。泡立ちもきめ細かく、入浴時女性のお肌を優しく洗い上げます。そして髪への負担が少なくなるよう吸水スピードと吸水量にこだわった先発タオル、当てるだけで髪が乾いていく。ドライヤーの時間も短縮されダメージが少ないですね。創業明治41年のおぼろタオル、その技術の結晶、髪、顔、体専用タオルシリーズ、一度手に取ればもう手放せなくなりますよ。お知らせの後、相続の専門家を全国に。私ども夢相続は各地で相続のお手伝いできる人を増やしていきたいなというふうに思って相続実務士の養成を始めたりしているわけですけれども、花丸手帳さんはそれをカバーできるなというふうに思っているんですけれども、うん、花丸手帳はですね、スマホで触れる、相続対策のプラットフォームということで無料診断ツールになってるんですね。で、まあ、手帳のような形で特に会員登録などしなくてもですね、無料の状態で自分の家の家系図診断ができたり、相続税がどれぐらいかかるかという、まあ、仮のシミュレーションができたり、まあ、法定相続人が家系図の中の誰になるのかとかですね、あとまあ裁判とかで揉めてしまった時の権利関係はどうなっているのかっていうのを簡単に確認ができるんです。で、基本的にですね、全ての機能において無料で使うことができまして、ログインをしていただいてですね、会員登録をすることによって、まあ、いろんな地域の専門家さんを探すことができるようになっているという、まあ、花丸手帳というサービスなんですけども、手帳って名付けたのはですね、花丸手帳の中でいろんな診断をすると、まあ、やらなくてはいけないことが手帳のように明確化されて出てくるんですね。なのであなたの家の場合はこの順番でこのことをまず解決していきましょう、どこに相談をしましょうというのが分かるので、まあ、手帳機能ということで、まあ、手帳という名前がついてて、花丸というのは何かというと、やはり、相続というのをですね、自分の家の相続に対して花丸をつけれるような100点満点の相続ができるようにという思いを込めて、まあ、花丸という、名前にさせていただいた感じでございます。なんか相続というと本当に暗いイメージがあったり、なんか重いテーマですけれども、花丸というと希望が出てきます、うん、まあ、夢相続と同じようにちょっと明るい気持ちで楽しく取り組んでいただきたいですね、うん、花丸手帳で検索すれば出てきますか。あ、もうすぐ出てきますので、なるほど、はい、少しでも多くの方に、少しでも多くの地域の方に相続対策に早く触れてほしいというところが目的だったんです、うん、なので現在ですね、花丸手帳というものが一つあるんですけども、それをコピーをして、うん、花丸手帳の名前を消して金融機関だったりとか、まあ、大手企業の福利厚生で入れたりとかしてですね、あとは相続対策とか就活をフックにやられている大手企業さんたちにですね、システム提供を無償でやってるんですよ。でそうすると、まあ、金融機関さんにすでにいる顧客基盤のあるですねリストに対して、相続対策しませんかということで、花丸手帳の名前が消えた花丸手帳を運用してくれるというふうになっていると。でそうすることによって全国組織の大手企業さんたちが
運用してくれることによって、まあ、一般の方は、相続対策に形を変えて増える機会が増えてくると、うんうんうん、で我々としては専門家さんを増やしたいので、うん、その企業さんたちとタッグを組んで一緒に自分の証券の、まあ、地方とかですね全国各地の証券の専門家さんを一緒に集めていくっていう活動に移って今おります。なので本当にあの細かいですねあの地方の方にも根を張ってそこにある企業さんたちが花丸手帳を利用して周りの専門家を集めていくという形でどんどん日本地図が埋まっていってるというようなあのところがあの始動し始めたぐらいのところなんですけれども、うん、なるほど。一般の方にとっては地元で身近なところで、はいはい、信頼できる企業がそういう花丸手帳のサービスを提供しているということであれば、はい、まあ、安心して利用できますよね。そうなんです。あのぜひ、はい、あの今後も一緒に、ええ、あの相続の、まあ、お困りごとを抱えていらっしゃる方々に、はい、こう寄り添って、お手伝いして解決していただくとそういうお手伝いしていきたいですよね。次回達人の道はトレンド予想の達人、何が流行るか先取りする達人たちが登場。お楽しみに。